皆さんご存知ですか？ドリームジャンボ宝くじを買うにあたって買ってはいけない日にちがあること。どうもさんは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、2023年ドリームジャンボ解説動画やっていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、ドリームジャンボですね。まあ、2023年バージョンということで、まあ、一応発売としては明日からなんですけども、一応まあ前日に解説の方させていただきたいなと思いつつ、まあ、いつもですね、まあ確率がどうだよとかこういうもんだよみたいな話だけしかしておりませんでしたが、動画後半の方でですね、まあ、買うんだったらこの日に買った方がいいんじゃないっていう、まあ、あの開運日、そしてこの日はやめた方がいいよっていう非開運日ですね、こちらの2つお話ししていきたいなと思います。では早速ですね、解説動画やっていきたいと思います。企画戦金、はい、じゃ行きましょう。まずは2023年のドリームジャンボですね。こちらの詳細お話したいんですけども、それがこちらでございます。はい、第962回全国自治宝くじが、ドリームジャンボですね。この2023年バージョンということでございます。で、発売期間なんですけども、令和5年の5月の2日から、令和5年6月の2日までだよーということで、まあ1ヶ月間ですね、発売されておりまして、販売予定額なんですけども、一応ジャンボの方が390億円分ということで、13ユニットですね。で、今回1ユニットに関しましては1000万枚ということになっておりますので、まあ13ユニットだから、かなり枚数あるよね、というところでございます。そしてミニに関しましては150億円分で5ユニットですね。で、こちらもまあ一応同じく1ユニットが1000万枚となっております。で、販売地域に関しましては全国。そして販売元に関しましては全国都道府県及び20の指定都市だよと。で、価格は1枚300円ですよと。そして抽選日ですね。令和5年の6月の14日でございますということで、まあこれちょっと珍しく、ちょっとあれですかね。なんか2日ぐらい。長いかな？いつもだいたいまあ、締め切りから10日後ぐらいだったりするんですけど、ちょっと遅いなというイメージはございます。はい、一応これがまあ、詳細なんですけど、まずは、ジャンボの方ですね。ドリームジャンボの、当選確率等々を見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい、まずジャンボですね。1等3億円。ね。夢ありますね。そして1等前後賞が1億円ということで、今回ですね、ドリームジャンボ歌い方としましては、1等前後賞合わせて総額5億円ですよという歌われ方がしていると思います。それがまあ、前後ろって意味ね、前後だから。3億円が真ん中にあって、上に1億、下に1億ということで足して5億だよ。総額だから総額だよと。で、これじゃあ総額狙うためにどうしたらいいのってなったら、いや、これ連番しかねえじゃんと。まあ、バラでも無理なわけじゃないんですけど、連番だよと。基本連番購入したらそういう風になるよっていう、まあ、ある意味それで言ったら、まあ連番押してるよねというところなのかなという風に思っております。で、2等が1000万円ですね。で、3等が100万円。で、組違いが10万円、4等が1万円、5等が3000円、6等が300円ですね。で、1等、まあもう正直気になるとこってどれぐらいなの確率。1000万分の1なんですね。で、理論購入値が30億円買わないとダメだと。まあ、30億円分買えば、1等から6等まで全部当たるんで、それでもね、前後賞当たったとしても、まあ、5億とプラスアルファで考えても、まるっかという形でございます。まあ、そんな買い方基本的にはね、できないと思いますが、まあ、どれぐらい難しいかっていうのがね、伝わればいいかなとは思っております。では、ドリームジャンボミニの方ですね、見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい、ドリームジャンボに関しましては1等が3000万円、そして1等前後賞が1000万円だよという形でございますので、こちらドリームジャンボミニの方に関しましては総額5000万円という形になっております。で、2等が100万円、3等が 1万円、4等が3000円、5等が300円となっております。で、こちらも同じくですね、確率の方ですが、1等がまず250万分の1、そして、理論購入時で見ると、7億5000万円買わないといけない。7億円買って、3000万円。寂しい。前後ついてもね、全然奥いかないですからね。
そう思ったらもう本当に難しい。250万分の1。そして、ジャンボの方は1000万分の1という形でございますから、まあ、ほとんど、まあ、ジャンボに関しましては、ほぼほぼロトセブンと変わらない。だからロトセブンまず難しいなと。ただでもロトセブンとか自分で選べるじゃん。これ選べない。どっかの売り場にある。で、日本全国で約1万件近く、売り場があるんで、それのどこかにあると。13本だから、どっかにまあ1件ずつあったとしたら13件どっかにある。でも、それ探すのは1万分の13だと。むっちゃ大変だと。ミニに関しましても同じですね。まあ、20本しかございませんので。非常に難しいなと。いうのが、まあ、まあ、これはまあ、別に、今年だからとかじゃなくて、ずっとこんな感じです。まあ、ほとんど誤差ないです。良くなったり悪くなったりすることもあるんですけど、まあ、これぐらい難しいもんなんだよ。決まってるあたりが、もうそもそも作られていて、どっかに、配布されている。そういうものが、まあ、ジャンボくじだよと。まあ、いい意味で言うとね、魅力的ではない。あんまり考えなくてもいいし、とにかく買えば当たるチャンスはあるかもしれない。ただでもどれぐらい難しいか、一等を狙うんだということが、どれほど難しいかだけは、まあ、そもそも知っておいていただきたいなと思っております。では、ここからですね、まあ、実際じゃあ今年のものは分かりましたと。じゃあ去年のものと比較、このあたりを見ていきたいなと思います。はい、では行きましょう。ま、2023年と2022年のドリームジャンボ、そしてドリームジャンボミニ、ここの比較していきたいと思います。では、まずこちら。はい、今回まとめさせていただいております。ドリームジャンボとドリームジャンボミニの2023年と2022年のものを並べております。若干見にくいかもしれませんが、今回見にくくても全然大丈夫です。で、それはなぜか、色ついてるとこしか変わってねえぞというところなんですが、まず一つわかりやすいのが、発行枚数ですね。ここが明らかに変わった。それがジャンボの方ですね。1億3000万枚になりましたと。去年は1億2000万枚だったよと。1000万枚増えてるんだと。それなぜか1ユニット今回増えてるんですね。ちょうど多くなったというところでございます。で、その増えた分が、各等数に振り分けられているということで、増加分の説明がこちらですね。1等がまず1本、前後賞が2本、2等が2本、3等が70本、1等組違いが99本、4等が3万本、そして5等が10万本、6等が100万本増えたよという形でございます。はい。で、じゃあ確率どうなの？増えたよね。両方増えたよね。今回変わってないんですよ。だから確率は全く同じで、本数が増えたから、ある意味で言うとチャンスとしては量が増えたね、ということでございます。難しさとかは一切変わってないよね。で、じゃあミニの方はどうなの？何も変わっていない。この現実。これちょっとある種珍しいですね。今まで結構ここは良くなったんだけど、こっち悪くなったねとか、なんか何等がなくなったねとか、っていうの結構あったりするんですけど、ある意味まあ金額とか増加とかないにしても、本数だけが増えて1000万枚増量した分、その分増やしたんだぜ、というところでございますから、まあ、今回、じゃあ去年と比較してどう見るのと考えたら良くなってます。良くなってます。難易度は変わらないんだけど、本数増えたから夢の量増えてんじゃんっていうところで言ったら明らかに良くはなってるかなというところでございます。はい、これが一応去年との比較ですね。で、去年との比較だけじゃわからないよということで、今からですね、今年発売のバレンタインジャンボ、こことの比較もしていきたいなと思います。はい、行きましょう。2023年のドリームジャンボ、そして2023年のバレンタインジャンボとの比較見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい。で、これもね、今回まとめて出していると思いますが、要は、ピンク色が、良いところ。で、青色が悪いところになっておりますので、まず良いところだけお話ししていくとなんですけども、ドリームジャンボですね。ここ良い点としましては、1等と前後賞に関しましては、当選確率は同じではございますが、ドリームジャンボの方が金額が高いので、バレンタインジャンボよりもドリームジャンボの方が夢の量が明らかに多いっていうところ。で、3等に関しましては、当選確率が 1.2 倍上がってると。当てやすくなってるよというところでございます。で、ドリームジャンボミニの方ですね。こちらに関しましては、良い点としましては、1等と前後賞に関しましては、当選確率は同じなんですが、同じくですね、こちらも金額が、高い。バレンタイン、バレンタインジャンボミニよりも、ドリームジャンボミニの方が
金額も高いから夢あるじゃんと。で、3等の当選確率の比較していくと、当選確率が 1.49 倍、当たりやすいということでございますので、まあ、ドリームジャンボの方が、大きい等ですね。1等やら2等、3等みたいなものを、大きいのを狙うんであれば、明らかに良いと言わざるを得ないかなと。で、じゃあ悪い点ですね。で、悪い点に関しましては、2等と4等の当選確率が、バレンタインジャンボの方が良かったねというところでございます。まあ、でも正直、何億とかっていう金額狙うにあたって、例えば1000万分の1の確率だったとして、2億円がいいですか ?3 億円がいいですかってなったんです。いや、そら3億円の方がいいやんって。難しいながらにでかい方がいいやんっていうふうに考えていくと、まあやっぱりどうせね、当たるか当たらないかまあ別の話として、夢としてはやっぱり金額でかい方がいいので、まあ僕としてはバレンタインジャンボよりも明らかにこっちのドリームジャンボ。こっちの方が結構惜しいかなというところではございます。はい。まあ、これでね、どうとかこうとかっていうのが非常に言いにくいところはあるんですけども、ただまあ明らかに、先ほどの去年の比較と、このバレンタインジャンボとの比較をしている中で、僕がじゃあ、今回はじゃあどっち買うべき、どっち良くなりましたかってなると、明らかに僕はもうドリームジャンボですね。このジャンボの方が良くなってるねというふうに、思います。本数増えてるし、等数の本数増えてるから夢が確率も変わってないんでね。だからそこは結構いいところじゃないとは思っております。では、ここからですね、まあ今まで従来やっていなかったこの日に買うのどうでしょうと、この日に買うのやめた方がいいよというようなことのお話していきたいなと思います。はい、行きましょう。ドリームジャンボ、そしてドリームジャンボミニ買うんだったらいつがいいのというところで、開運日そして非開運日ですね、両方お話ししていきたいんですが、まずドリームジャンボ発売期間としては5月の2日から6月の2日、この1ヶ月間だよということでございますから、この中、この1ヶ月の中で良い日悪い日ってもちろんありますから、そこのお話ししていきたいと思います。では良い日ですね、それがこちら、まず2023年の一粒万倍日、5月に関しましては9日、10日、21日、22日そして6月の2日の最終日でございます。このまあ、5日間が一粒万倍日と言われているところ。そして次ですね、2023年の虎の日でございます。虎の日に関しましては5月の8日、20日、そして6月の1日でございます。で、虎の日というのは、金運が高まる日と言われておりまして、例えば宝くじの購入だったり、お財布の新調ですね、購入した財布を使い始めるスタートの日に最適ですよというふうに言われている日でございます。なので、まあこの一粒万倍日、虎の日、重なってる日はないにしてもですね、まあじゃあこう見ていくと、じゃあまあ可能性として5月の、8、9、このあたりで買う、まあ10も入れてですね。で、じゃあ20日、21日、22日あたり、もしくは6月の1日、2日、このあたりで買うのがいいんじゃないかというふうに、開運日的にはなってると。じゃあでもダメな日もあるんじゃない？案外これね、そう、この日やめた方がいいよっていうのはあんまないなと思ったんで、この話もしていきたいんですが、それがこちらでございます。はい。2023年不成熟日というものがございまして、これは何事も成熟しない日と言われておりまして、何かを始めるのは避けた方がいいというね、日があるらしいんですよね。はい。で、不成熟日は、まあ他の吉日とかとも重なることもあるので、まあちょっとでも重なったらやめよっかな、みたいな感じで、まあ避けていくっていうのも一つの、まあまあ戦い方かなと僕は思っております。それが、5月の6日、14日、23日、31日の、4日間ですね。4日間あるよということでございます。で、まあ先ほど私がお話しした、これもまとめて出しておくと、被ってる日はないので、まあ安心じゃないかというところなんですが、じゃあこれ見ると、行ったらダメだな、6日、14日、23日、31日なので、例えば、5月の20日、21日、22日、どっかで買おうかなと思っていて、で、あ、忘れちゃった。でもちょっと1日ずれたけど、23日買いに行こう。みたいなことは、ちょっとやめた方がいい。だったら24日とかの方がいいんじゃない？っていうところですね。そう。だからまあ、これが必ず皆さんに適用するかどうかっていうのはまた別の話なのかもしれませんけども、まあじゃあ、一粒万倍日とかに買います、虎の日に買います、みたいなね、感じで結構こう、縁起を担ぐような人
で、縁起を担げない日もあるんだよと。何やっても逆の縁起担いちゃうんだよっていう日もあることをちゃんとインプットしていただくと、まあそういう 100% にね、いい意味で、験担ぎできるし、まあ開運も呼び込めるんじゃないのっていう考え方もまあ一つあるかなと。ただまあ 100% じゃないということはまあ皆さんご存知だと思いますが、こういったのも知らないより知ってる方がいいですよね。はい、では今回ですね、ドリームジャンボ2023年の解説させていただいたんですけども、まあ今回別にまあなんか当選確率が難しくなりましたとか、金額下がりましたとかっていうのはないんですが、本数はジャンボとして明らかに増えたというところ、これはまあ今までね、こういう感じで去年比較しても、良くなっただけだっていうのがなかったので、まあ結構今年としては、まあ去年ね、ちょっと微妙だし買うのやめようみたいな思ってた方だったら今回ちょっと買ってもいいんじゃないっていうふうには思っております。はい。では皆様の高額当選を祈っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。